テニス教室の久保です、今日はですね1月18日なんですけれども、ちょっと、午前中からずっと雨で、せっかくね北海道の方からレッスン受けに来ていただいた方がいたんですけれども、レッスンできませんでした。外のコートだったんでね、すごく残念でしたね。ちょっとね前の日から来ていただいてて、今日の朝9時からやる予定ということだったんで、まあ、宿泊費と交通費いろいろちょっとね時間とお金かかってしまってできないっていうのはやっぱりちょっと厳しいですよね。本当申し訳ないなという気がします。こればっかしはね自分でもどうにもできないんでね、なんか努力して天気が変わるんだったら、するんですけども、ちょっとこれはどうしようもない、ことなんで、レッスン依頼されてる方もですねこういうことが、あるんで、できるだけ皆さん自分で動画を見ながら練習していただきたいと思っております。もしくはインドア確保できた時に、レッスン受けていただければと思います。ということでですね、今回もですねレッスン内容動画いきます。1月12日、結構前なんですけども、動画は一応撮ってたんですけども、ちょっとそれをアップロードしようと思ったら、雑音が結構入ってて、このiPhone に外付けのちょっとマイクをつけてるんですよね。なんでマイクつけてるかというと、風のノイズを拾わないようにマイクをつけてるんですけども、それがたまに調子が悪い時があって、もうすごいノイズが入ってて、ダメかな、使えないかなという感じでした。なので、今回2回目撮り直しということで、1月12日分の、レッスンです。太宰府からレッスンを受けに来て、福岡の太宰府の方からレッスンを受けに来ていただきました K さんの、レッスン内容です。今回ですねバックのスライスを中心にやったかな。フォアもちょっと、アドバイスはしましたけども、バックのスライスを中心に、やりました。サーブもちょっとだけやった。まずフォアがですね結構今回右腕は動き悪くなかったんですよ。良かったんですよ。これ引いて下ろして打つっていうのをちゃんとやろうとしてました。なんですけれども左腕がねこう構えも結構いい感じまで行ってたんだけど、キャッチができてなくて、なんか振り上げる感じがあったんですよね。でたまにこうするのもあったんで、そこを気をつけてもらえればよかったですね。せっかくこの構えができて、で腕を下ろすとこまで行って、で打球まで行ったんだけど上行っちゃった。でその時の左腕がですねこの左手高さありますよね。ここからこの高さをキープしたまんまこう行ってキャッチしてもらえばよかったんですけども、これって肩はものすごい動いてるんですよね。両肩がバンバン動いてる感じがあるんですよね。こうではなくて、ここから見てくださいね。左肘が途中でこう脇が締まるように、肘が落ちるように、ここで止まって、こうやろうとしたんですよ、ね。これダメですからね。1、2、で、3、これダメですからね。この肘。こっち側にしないようにね。肘を体の後ろ側にやって、ここでキャッチするようにしてください。これでここに行けばいいんだと思いながら打球してほしいんですよね。そうすることによって前腕のこの暴れとか肘の曲がりを抑えることもできる場合があるんでね。これこっちですからね。これがこうなってたんでね。でキャッチしてくださいって言ったらこうやってキャッチしてたんですよ。で言う前はキャッチしなかったですね。こうやってましたね。キャッチしてくださいって言うとこうやって取ろうとしてた。これではなくこっちですからね。でこっちの方が打った後この流れがこうやってこう戻る、止まらなくていいんですよね。こっからこういう感じだね。これってこういって同じところを通って切り返すことになるんですよね。この切り返しが重たいっていうか遅いというか苦しいというか息が止まるというか、これずっとだらーっとできるんですよね。通り道があるんでね、通り道がずっとあるんで速度がこう止まるっていう速度がないんですよね。これゼロがあって戻る、ドンドンっていうのと、こ
この抜け具合と比べていただければですね、いいと思います。で、まあ、そうすることによって肩も使いやすくなるというのが、あるんでね、投げてても立ちやすくなるんでね、すぐキャッチしようと思えば思うほど肩の回線が効くようになってくると思うんで、こう回り出すと思うんでね、ここでキャッチしないといけないと思えればね、ここでキャッチすればいいと思うと、これ長くやってペロンとできるんですよ。でもここでキャッチしないといけないというなると、この辺りから回し出さないと間に合わなくなってくるんで、そういうのの強制にもなるんですよね、キャッチの する場所によっては。なのでそこ、気をつけて、これ気をつけて練習しやすいと思います。打ち割りのことなんでね、途中のことは分からなくてもね、打ち割りは分かりやすいんでね。で今回は構えは結構うまくいってたんで、で肩の動きもこう使おうとはしてたんでね、引いて寄せてっていうところまでちゃんとやってたんで、あと最後のところだけでしたよね、フォアハンドはね。で次バックハンド、バックハンドはバックのスライスまでやったんですけども、スライス怪しかったですね。いろいろこうやってやろうとしてるのに、やっぱりちょっと肘がこう曲がってたりとかね、それが致命的というか、これちょっとこう肘が曲がる感じがあると、もうそっちが前腕暴れてしまうんで、そう注意していただきたいですね。上腕の部分が回旋するようにやっていただければよかったんですけどね、ちょっとやっぱ肘が折れて前腕を回外させてで構えたっていうのがあったんで、そこを気をつけていただければいいと思います。こんなこう前腕が肩を止めて前腕が外旋して、ここからなんかいろいろこうリズム取ってぐちゃぐちゃっとこうやってたんですよね。こっちで2回こっちで2回ぐらいこうリズムがあって、すごいこうバランス浮いてたんですよね。でも肩の大雑把な動きだと、ああいうこう細かいこうトン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 っていうこう、リズムが取れなくなるんですよ、ね、なので、今回ですね、 K さんにアドバイスしたのは、右腕をずっと伸ばしたまんまでやってくださいっていうふうに言いました。そういう細かいリズムを取った動きをする場合っていうのは、腕の動きをできるだけさせないようにさせたいんで、もう V 字のフォアありますよね、 V 字のフォアの V 字のフォアのダック版のようにね、この時からもう肘は伸ばす、でここも伸ばす、で伸ばしたまま打ってください、伸ばして伸ばして伸ばしたまま打ってくださいというふうに言いました。そしたらこれで安定しましたね、見事に止まった違うリズムをタン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 ってやってたのがタンタンタンになって、大雑把になったんで、面の向きが安定しましたね。どうしても、動き出しでトントンで、ボールがバウンドしてトントンというこうに複雑なのがあったんでね、それが腕をピンキンキンに伸ばして、ね、この V 字を守ったまんまでこういってこう、これずっと伸びてますからね、腕伸ばして伸ばして、そうするとこの回線もはっきりしますよね。で伸ばしたまんま出す、で終わる、で終わった時も伸びてる、伸ばす伸ばす伸ばす、そんな変には見えないと思うんですよね、こういってこれでもね、実際はここからちょっと曲げてそれからやると楽は楽なんですけども、 K さんの場合は伸ばしたままやってくださいっていうふうに言いました。でこれができるようになったらね、これができるようになったらちょっとここから曲げてもいいです。ちょっとこれ曲がってますからね、このぐらい曲がってそれから伸ばして打球してもいいと思います。しばらくはですね、伸ばしたままで練習するようにしてください。でそれやってたら、例えば打点が前になりすぎたとか、タイミングが遅いとかってもはっきり分かるんですよね、大雑把な動きでやればね。細かい動きでガーッてやってると、どこで取ったかも分からないし、どういうタイミングでやったかも分かりづらいんですよ、ね、なのでそこは明確にできるようにやるといいと思います。であとサーブがですね、やっぱりこうはやろうとはしてたのが分かるんですよね。なんですけれども、一回また肘落として、でそれから打球してました。だからそこをですね、気をつけていただき、またこの肘がこう落ちないように、先日動画アップした北九州の Y さんもそうなんですけども、この状態からこの角度がついたらダメですからね。これは OK ですよ、これでこういうのは OK ですからね。なんですけども、これがダメですからね。この胸
から肩、このラインと肩から肘までのこのラインがここで一直線になっといて、それからスタートする分にはいいですよ。これ一直線ですよね。これも一直線ですよね。ちょっとあの体はこう、上向いた状態で胸が上がった、この姿勢、この姿勢の時に一直線は OK です。これ斜めになってますからね。でもここからここまでが一直線だからね。なんですけれども、こうやってこうやるのもダメですからね。ここからスタート切らないよね。あれをやってたんで、これやってこれやってもう一回打ったというリズムになってました。なので、このまま上に肘を上げるように打ってくださいというふうに説明しました。で、高いところまで持ってった時に、あのいい当たりが何回かあったんですよね。で、あの辺でちょっと、練習できればいいですけどね。あの肘がずっと上に上がって、この状態から打球しに行くと、こうラケットこうまだ落としてるんですよ。この辺、この辺から打球しに行くと当てやすいと思うんですよ、ね、当てやすいというのはどういうことかというと、ここからラケットフェースをボールの方に持っていくのに、そんなにあの時間と距離と筋力がいらないと思うんです。ここからはね、ここまでは腕を上げますよ。肘上げていくからね。この後はすぐ当たると思うんですよね。なんですぐ当たるかというと、ここで肘だいぶ上げてますよね。こうやって、肘がちょっと上がったような状態になっておいて、この位置を覚えてくださいね。この位置、この肘の高さ、ここからこの状態から打球するここっていうのは、こんだけしか高さの違いが肘にはないんですよね。肘から先はこうなってるんで、だいぶ下はありますよね。でも肘っていうのはもう、あと10センチぐらい上げたら終わるぐらいのところにあるんで、当てやすくなるんですよ。手先の分だけあと最後は持ち上げればいいんで。で、それも肘の場所をちょっと移動させてひっくり返して上がっていければいいんで、下げて打つ場合と肘上げといて打つ場合っていうのは、ちょっとやっぱ物足りない感じはするかもしれないですけどね。こっからすぐ終わるんでね。こっからよっこらしょっていう風に打つわけじゃなくて、私が進めてるのは切り返しなんでね。この切り返しの腕のこれとこれの切り返しの速さで打つんで、下側から上に向かっての距離をぐーっと稼いでいって打つっていうのじゃないんだよね。その辺、間違わないように練習していただければいいと思います。また次ですね、1ヶ月後に、K さんレッスン予定入れていただいているので、それまでにまたちょっと、実践していただいて、どういうふうになるかというのを楽しみにしております。今回は以上です。